ジャンボリーは全国的にもしくは国際的に行われるボーイスカウトなどのスカウト運動のキャンプ大会である。個々の大会によってその頻度は異なるが4年に一度開催されるものが多い。世界スカウトジャンボリーは4年に一度開催される全世界のボーイスカウトの最大行事。これまでに23回開催されている。第24回は2019年にカナダ。 アメリカ、メキシコで開催されるジャンボリーオンザエアは毎年10月に開催されるアマチュア無線による交流行事。1957年以来現在までに49回開催されている。ジャンボリーオンザインターネットは毎年10月にホタと同時開催されるインターネットによる交流行事。1997年以来現在までに12回開催されている。 アジア太平洋地域ジャンボリーアジア太平洋地域ジャンボリーはアジア太平洋地域における国際ジャンボリーである。これまでは各国で行われる大会にエイプレの冠をつけて開催されてきた。しかし2005から6年に行われた第25回大会からは単独開催されるようになった。アセアンジャンボリーアセアンスカウトジャンボリーはアセアン諸国における国際ジャンボリー。 アフリカ地域ジャンボリーヨーロッパ地域、ジャンボリーヨーロッパ地域ジャンボリーは、ヨーロッパ地域における国際ジャンボリー。2005年を含め2度開催されており、いずれも世界スカウトジャンボリーのプレ大会として開催され、2020年の開催準備が進んでいる。中央ヨーロッパジャンボリー中央ヨーロッパジャンボリーは、中央ヨーロッパ4カ国のスカウトが集う国際ジャンボリー。 バルトジャンボリーバルトジャンボリーはバルト三国における国際ジャンボリーユーラシア地域ジャンボリーユーラシア地域ジャンボリーはユーラシア地域における国際ジャンボリーパンアメリカジャンボリーパンアメリカスカウトジャンボリーはインターアメリカ地域における国際ジャンボリーカリブ地域ジャンボリー世界独立スカウト連盟の加盟者のためのジャンボリー各国においても全国規模でジャンボリーが行われている オーストラリアジャンボリーオーストラリアジャンボリーは3年に一度行われるオーストラリアの国内ジャンボリー通常は1月上旬に10日間開催される1934年に開催された第1回にはレーデン・パウエルも出席した日本ジャンボリー日本ジャンボリーは4年に一度行われる日本の国内ジャンボリー第17回から日本スカウトジャンボリーとなった ニュージーランドジャンボリーニュージーランドジャンボリーはニュージーランドの国内ジャンボリーモンゴルジャンボリーモンゴルジャンボリーはモンゴルの国内ジャンボリーロシアジャンボリーロシアジャンボリーはロシアの国内ジャンボリーアメリカジャンボリーアメリカジャンボリーは4年に一度行われるアメリカの国内ジャンボリーカナダジャンボリーカナダジャンボリーは4年に一度行われるカナダの国内ジャンボリー ありがとうございます。